は春多くなると思いますので、そのあたりに注目してぜひリポートさせていただきたいなと思います。以上、コンテンツ準備室お送りいたしました。さあ、それでは続いてのコーナーいきましょう。こちらのコーナーです。来週のリポートポイント。さあ、この先1週間なんですけれども、なんかちょっとまた嫌な予感がします。まあ、寒い1週間になりそうですが、また低気圧や前線がやってきたり、寒気が入ってきたり、ちょっといろんなことがありそうですので、予報センターに詳しく確認していきましょう。それでは予報センターの柳さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、この先1週間なんですが、もうすでに寒さ戻ってきましたけれども、はい、どうですか。はい、寒さ戻ってきてしまう1週間ですね。ちょっと冬に戻るという感じになりそうです。はい、はい、ただ天気はですね、結構コロコロ変わるので、天気としては周期変化ということで、まあ、春っぽいんですけどね。そんな中で気温はちょっと低めということになります。あとですね、もういきなりですね、ちょっと天気マークを見てみますと、こんな感じになっていまして、ポイントはですね、まずはここですね、5日水曜日、うん、はい、中中頃ですね、中中頃ですね。水曜日、沖縄から北海道までずっと雨、まあ、北海道は雪になっていますけれども、全国的にまた今日と同じようにですね、雨雪が降るというタイミングが水曜日頃にやってくるということになります。そしてこの雨が去った後ですね、北海道雪マーク並んでいますけれども、このあたり、このあたりがまた次のポイントということになりますので、天気としては水曜日の全国的な雨と、その後の北日本での雪というのが大きな2つのポイントになります。気温は全体的に低めということになるんですけれども、まずですね、この水曜日とその後の天気についてなんですが、こちら天気図を見てみますと、じゃあ水曜日、はいはい、こんな感じになっていまして、日本の南の沿岸ですね、南岸を低気圧と前線が通っていくということになります。こんな感じで、あなた南岸低気圧ということになりそうです。でただ今回ですね、また日本海、北海道の西にも低気圧がありますので、こういうふうに2つ低気圧が並ぶとですね、比較的こう暖かい空気日本の方に入ってきやすいということで、雪になるところは少なめかなというふうに見ています。ただ東日本のですね、山の方ですね、この内陸の方、長野県とか関東北部の山沿いなどでは雪ということになりますので、この辺りの方は特に、水曜日雪の降り方要注意かなと思われます。まあ、市街地はほとんど雨ということになりそうです。うん、まあ、この南岸低気圧の影響で、そして北にある低気圧の影響で、全国的に雨や雪が降るというのが水曜日ということになります。そして木曜日になると、こちら低気圧と前線は東に離れていきますので、まあ、西日本、東日本は基本的には回復ということになりますが、これ見るとですね、久しぶりなのかな、西高東低の冬型の気圧配置と、ね、はい、なっていますね。そしてですね、ちょっと侮れないのが、この冬型にやってくるですね、寒気。侮れない。侮れない。まあ、3月になっても寒気はまだまだやってくるぞということで、結構しっかりした寒気がやってきそうです。はい、大雪の目安というのがマイナス36度とかっていうふうに言われていますけれども、今回ですね、マイナス39度ぐらいの上空5000メートルぐらいの寒気がやってきそうですので、特に北海道と東北付近ですね、こちら側は雪の降り方に木曜日、金曜日あたり要注意ということになります。そしてですね、ちょっと週間天気図ではですね、等圧線はそんなに書かれていないんですけれども、もっとですね、こう等圧線混んだような状況に実際はなるかと思います。ということで、風もですね、かなり北風が強く吹くということになりそうなので、体感的には厳しいですね。そうですね、雪が降って風も強いということで、ちょっと冬の嵐のような状況に北日本はなってきそうですので、木曜日金曜日あたり雪風、まあ、暴風雪となるところも出てくるかもしれません。ちょっと要警戒ということになりそうです。
北日本もちょっと今週は結構春の日差しを感じられた日多かったですが、うん、はい、除雪機メンテしておこうなんていうコメントもそうですね、いただいてますけどね。はい、雪かきが必要なレベルの日もあるということですよね。そうですね、雪かきも必要です。ちょっと前が見えないような猛吹雪になる時もありそうですので要警戒ですね。そしてこの寒気がやってくるということでですね、はい、気温も全国的にあまり上がりません。ですね、3月入ったのに。そうですね、もうちょっとね三寒四温って言いますからね。そうですね、まあ、寒い日もありますよということで今週ずっと寒いんですけどね1週間まるまる寒い寒いですね、はい。東京で見てみると10度に到達するのは月曜日のみとなっていますね。いやー、ずっと一桁ですか。ずっと一桁ですね。9度8度7度ということで、寒い。どっちかっていうと週後半の方が寒気が強まって寒いということになりますが、前半もまあそこそこ寒いですね。で西日本ずっと暖かい日、今日も暖かいんですけれども、15度前後まで、ね、上がってましたけど、はいはい、暖かいのは今日まで、日曜日までとなりそうですね。明日から大阪も一桁、行っても10度ということで、冬らしい寒さというんですかね、ちょっと寒さ戻ってきてしまいそうなので、やっぱりまだ冬のコートはまだまだ必要だなという感じになってしまいそうですね、うん。なるほど、今真冬みたいってコメントされてますが、結構そういうイメージをした方がいいってことですよね。そうですね、真冬並みの寒さになりそうです。キーン、はい、と冷えた冷たい空気というのがまた復活してきそうですね。なるほど、今宮崎の方からも下がり続けているとコメントいただいても、宮崎20度行った日があったじゃないですかありましたね。これから考えるとかなりきついですね宮崎もねそうですね、結構寒いですね。宮崎、ちょっと宮崎見てみると、ちょっとじゃあピンポイントでいきますか。宮崎見てみましょうか。宮崎市、あーやっぱ半分ぐらいになるんだ。あ、10度をちょっと超えるくらいですね。九州南部でこの数値ってことは結構、そうですね、全国的に厳しいですよね。ちょっとね、あの野球もちょっと寒いですね、これ野球今ね、宮崎でキャンプやってるんじゃないかと思いますけどね。そうですよ、柳さんも、うん、野球好きですもん ね。最近ちょっと気になるんですけどね。最近気になりますか、はい、パンとどっちが気になりますか。はい、パンとどっちが気になりますか。パンもね、寒くなるとねまた発酵してくれなくなるんでねまたねこたつの中に入れたりしないといけなくなるんですよねあれ天然酵母まだ2回目やってないんですか。天然酵母はですね、ちょっともうちょっと上達してからにした方がいいんじゃないかと反省しましたねちょっと手を出すのが早すぎた。あ、なるほど、まあ、順序よくね、順序よくね、まあ、いつかはまたやるってことですね。そうですね、早くやりたいですね、はい、早くやりたい、うん、あ、うん、なるほど。やっぱ夏がいい、まあ、春ぐらいでしょうかね、まあ、そうですよね、うん、季節的にちょっとね、うん、タイミング悪かったですね。あ、でも春になったらいいんじゃないですか、うん、そうですね、気温は25度ぐらいがいいと思うんで、うんうん、春からまあ夏ぐらい、ちょうど湿気も高い梅雨ぐらいがいいかもしれない。あ、じゃあちょっとそのあたりを1年を通して景色近していただきまして短期ショーの企画の立ち上げもお待ちしております、はい、誰か聞いてくれますかねホワイトデーはっていう今ツッコミ来てますけど、ホワイトデーパンいいですか。いや好きですよ。そうですか、うん、何パンがいいですかね。スタッフがさっきからいちごパンって言ってるんです。いちごパンって、あ、でもありますよね、なんかクロワッサンとかにこう挟んであるいちごとか、うん、あ、なんか最近そういうの見ますね。確かに可愛くデコレーション、可愛くデコ可愛くデコレーションしましょうか最近結構スーパーとか行くと、はい、お菓子売り場に、はい、バレンタインの時いっぱいこうデコレーションする手作りチョコレート用のが売ってたんですよね、はい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 、コーナーができて、はい、あれ結構パンに使えると思ってちょっと楽しかったんですよね。買ったんですか。ちょっと買いました粉砂糖とかチョコレートとか、あとちょっとキラキラしたやつとかね、なかなかいいですね。結構安いですよね、100均とか行くと100円ですからね。そうですよね、量さえ買わなければ、そうそう、なんかああいうのってちょっとでいいじゃないですか。そうなんです、そんな大量に使い切れないからちょっとでいいですもんね、うん、そうそう、はあ、もう相変わらず女子力が高いですはい、ホワイトデーはねそういうのないからね、うん、あんまりねお店行ってもつまんないんですけど、
いやいや別に私たち遠慮しないんで手作りで大丈夫ですよということでお待ちしておりますありがとうございましたはい、ということで楽しみですね、届くのがはい、ということでなんで私がねだらなきゃいけないんだっていう感じですけど、はい、まあそうですね、もしもらえたら何かでシェアいたします以上、何のコーナーでしたっけ。あ、来週のリポートポイントをお送りいたしました。とにかく皆さんこの1週間寒いので暖かくしてお過ごしいただきたいなと思います。さあそれでは最後のコーナーいきましょう。こちらコーナーです、 From サーコー。さあということで今日はですね、皆さんに、どうしても今日はこの時間まで起きておいていただきたいなと思いまして、今日はツイッターでも騒いでおりました。いやーなんか超緊張するなんか私あんまり緊張しないタイプなんですけども、ものすごく今日は緊張して、実は午後ぐらいからもう心臓がなんか心臓の動きが、心臓ドクドクするの心臓ですよね、なんかすごいドキドキしてて午後からドキドキしてましてちょっとですね、はい、ドキドキしてました、はい、ということで本日重大発表がございます。3月15日をですね、もちまして、ソライブ24を卒業することにいたしました。ですね、はい、まあ、南ちゃんに続き私もで申し訳ないなと思っているんですけども、そうですね、理由は、まあ、結婚するのでこれを機にちょっとソライブ24は卒業させてもらおうかなと思いまして、まあ結構私の場合は皆さん、まあ、他のキャスターと違ってですね、皆さんに選ばれたわけでもないですし、まあ、社員として入っていつの間にかここにいました本当にいつの間にかここにいましたそうですね、私入社して8年間なんですけども、なんか皆さんすいません、入社して8年間なんですけども、私サポーターさんとの仕事しか今までしたことないんですね。まあ、いろいろ社内にはいろんなスタッフがいるんで、いろんな部署行くメンバーもたくさんいるんですけども、私ほんとずっとサポーターさんのデータを1年目から今までずっと見てきてます。なんでまあこれからは一旦、まあ、ウェザーリポートずっと見てきて、またちょっと毎日ウェザーリポートする生活を一回したいなと思っておりますので、まあ番組は15日で終わりなんですけれども、まあ次の日からウェザーリポーターの仲間入りしますっていうまあそういうことですね。まあ今もそうなんですけど、今もそうですけど、どうしよう、なんかすごいこれちょっとおかしいんじゃないですかとか言ってたらどうしましょう。なので、まあ、皆さんの仲間入りを16日からはしますということですね。なんで、まあ、ソライブ24は15日ということで、もう実はですねあと2回しかございません。実は今月は、もう代打もないので、土曜日ナイトの、来週と再来週しかございませんということで、大体皆さんには1週間前ぐらいにお伝えしてるんですけども、まあ、私から無理をリーダーに言いまして、まあ、3月1日、まあ、ちょっと私の枠は少ないんで早めに言いたいということで今日発表させていただきました。
まあ、本当に来週、再来週何やりますっていう話なんですよなんかね、皆さんになんかおめでとうございますと言っていただいて本当にありがとうございます。この番組はウェザーリポートナイトなんで、まあ、私の今までの仕事の内容とか振り返っても正直言ってしょうがないので、皆さんのリポートとか、まあ、これまでのウェザーリポートの歴史とかですね、そういう2回にしたいなと思っているんです。はい、なので女子力アップ企画え、それ決まってるの？決まってない決まってない。今スタッフが私にこれ一個決まってるのがあってって言ってますけど、絶対リーダー確認取ってないから、絶対リーダー確認する。なんで今ね250人もこの時間入ってきていただいてるんですけど、皆さん何来週再来週やりますか。いや、今までの皆さんのリポートを振り返るには1回じゃ短すぎるんですよ。なんで今日ちょっと発表させてもらって、まあ、2週連続で、まあ、皆さんのリポートの凄さとか、まあ、これはしびれだよねみたいな話とかをちょっとしたいなと思ってて、名場面こんちゃんのやりたいことやればいいよいや皆さんにここまで残ってほしかったのは何やるかって相談したかっただけですから。はい、あ、そうします。コンアットソライブ24メールで募集しましょうってコメントいただいてるので、もうね、まあ、スタッフが結構ひどいこと言うわけですよ。私の描いた絵の作品集とか本当にこういうところをリーダー確認するべきなのに、リーダー確認一切しないですよね、こういうことだけは。はい、とかですね、もうそれはもう時間があったらでいいですよ、うん、それは時間があったらで。他に何をやるかって話で、まあ、ウェザーリポート、私入社1年目の時ウェザーリポートって、あ、てかリポート見るのが仕事だったんですね。1年目ってろくにできることないので。でも皆さんからいただいているリポートを毎日見てて、次何分後に来るかとか勝手に予想して見てたんですよ今ってもうすごい来るじゃないですか、リポート。なんでちょっとでも見なかったらうわーって上がってくるんですけど、私1年目の時はまだウェザーリポート始まって半年ぐらいだったんで、もうね、来るのが楽しみだから、次いつ更新ボタン押すかみたいなのがあって、あ、まだ増えてないみたいなのとか、なんかそういうのもあって、今やもう当たり前にリポートもあるし、まあ、こんなね初リポーターだけで777名も今週いらっしゃいますし、すごいねたくさんやっぱりいらっしゃるんで、総集編ね、この雲何に見える、あー、そうなんです。私番組は、あ、これねサポーターさんにお願いしたくて、私が何回オンエアやったことがあるかっていうのを今ツイッターで調べてくださってる方がいらっしゃって、モーニングだけでもね、私2010何年211回やってるらしいです、365日中。なのでモーニングだけで多分300回ぐらいやってるんですね。で、私その前レギュラーが3セットで、多分3セットも同じぐらい週5でやっていてるので、もう多分皆さんのリポートを見ている時間と数としては、そこだけはね、逆に言うとそこしか胸を張ってやってますって言えないですけど、皆さんのリポートの凄さはやっぱりこれからも世の中の皆さんには知っていただきたいなと思いますし、皆さんのデータから分析できることはまだまだあるんで、まあ、それは私も今後まだやる必要はあるかなと思ってるんで、まあ、そのあたりはちょっとまたおいおい皆さんに報告できたらいいなと思っておりますが、空読みネタね、はい、もうちょっと私も正直言って最近空読みの実力が下がってきているんで、改めてちょっと皆さんのリポート
これから深く見たいなと思いますが、こんなことやってほしい企画大募集ということで、まあ、空色ですね。空色とか、まあ、空の変化とか、中継とかね、ソライブスターとかもありましたね。そういえばクルムコンダさんどうしてるんですかね。最近クルムコンダさんに私も会ってないんでちょっと分かりません。台風中継もありましたね。台風中継もありました。あ、入社してないよねスタッフ、ね、今日若手のスタッフなんです。2人、多分2人はまだ入社してない。台風中継とかありますね。そうですね、いろいろ、まあ、8年間ありますから、そういう意味では非常にいろいろあると思いますが、ちょっと映像はね遠慮しておきます。私映像は遠慮しておこうかなと思いますけど、今そうすると画伯のスライドショーになりますがとか言ってるんですけど、ちょっととにかくですね来週も再来週も皆さんのリポートとともにたっぷりお送りしようかなと思っておりますので、雲について語るとかね、初々しい私、もう私だって最初に出たの8年前とかです。8年じゃない、5年前とかですか。ソライブ始まった時より前の映像私あると思います。ソライブより全然前の映像もねあるんで、ちょっと見たくないです見たくないですね、私的には。はい、なので、まあ、皆さんと一緒に作るものとかもうやります。やりましょう、来週再来週。はい、なのでこんなことやってほしい企画大募集です。まあ本当にね、私の仕事はほとんどサポーターさんと共にあるんで、まあそのあたりの深い話も皆さんと一緒にしたいなと思ってますので、ぜひ来週再来週楽しみにしておいていただきたいなと思います。以上、フロムサーコお送りしました。この続きはまたパジャマでこの後お会いしましょうそれではナイトはここで失礼いたします。の窓から
皆さんこんばんは。こんばんは。なんかパジャマだと喋りづらいな。パジャマだとなんかちょっとさっきのまま延長した方が良かったですかね。なんかこの格好で何を喋るのみたいな雰囲気にちょっとなってきましたが。何しましょうか。いや皆さん本当に先ほどは驚かせてしまい申し訳ありませんでした。いやもうパジャマなんで何でも喋りますけど何でも喋りますけど本当に急ですいません。本当に急で申し訳ないなと思うんですが眠気飛んじゃいましたよね。本当に今260人チャットにいらっしゃるんで今日のナイトチャット最高数とほぼ同じというか超えてますね。ありがとうございます。まあさっきも話したんですけど私8年間サポーターさんのリポート見る仕事しか本当してないんですよ。まあ組織がちょっと変わったりチームの編成がちょっと変わったり名前変わったり肩書き変わったりそういうのはたくさんあるんですけどやることは基本的にサポーターさんのリポートから新しいものを作り出す新しい予報を作っていくっていうのが本当仕事だったんですけど私実は会社1ヶ月休んだことがあってさっきつぼみ調査の話したんですけどもつぼみ調査立ち上げた後ですね病気になりまして1ヶ月も会社を休んだんですよ。でその後まあただの病気なんですけども治んなくてですね1ヶ月ぐらい休んだんですけどその後にいや精神的にじゃないです普通に病気で休んだんですけどでその後復帰した後にゲリラライブを終えたいの立ち上げだったんです。なんで私が体調病気になってその後復帰して仕事ができたきっかけはゲリラライブ防衛隊だったんですよ。でその当初はガイアの夜明けの前ですね。ガイアの夜明けはもう組織として作られてた後なんでもうすでに軌道に乗ってる時なんですけどその前の年に立ち上がったんですねゲリラライブ防衛隊っていうのは。でその時の、その時ゲリラライブ防衛隊始まった時も当初はリポートそんな集まるって思ってもなかったですしちょっと今じゃ信じられないんですけど皆さんのリポートの緯度経度を覚えてたんですよ。表示が出なくてそれはもういきなり立ち上げていきなりスタートしたんで今や当たり前なんですけどその時は100いくつだと大阪とか130いくつだとなんとかとか GPS のデータは入ってくるんでそれでだいたい場所を覚えて1年目ですね。で、それがあって皆さんからリポートが来たから私の仕事もあったし復帰できるきっかけにもなったんですよ。その時も隊員は1年目は1000人超えなくてもいいみたいに言われててで見る見るうちに1000人超えたんですよ。もううなぎ登りに1000人行きましてでゲリラライブがきっかけっていう方もいらっしゃいますね。ありがとうございます。
でもね、毎日見てると覚えちゃうんですよ、そのなんか緯度経度も。でもそのうち開発がすぐやってくれて、もちろんすぐ普通に見れるようになったんですけど、皆さんのリポートで私も立ち上げてもらったし、まあ、今も皆さんのリポートがあるからこそ私の仕事もありますし、まあ、リポート来なかったら新しい価値にもつなげられないので、なんか本当に皆さんのリポートで私はすごい救ってもらった感じがするんで、まあ、本当に皆さんからのね、このリポート数はありがたかったなって今でもすごい思います。でね、その頃はアナログだったんですけど、今もうすごい進んでるんで今そんなことは全然ないんですけど、リポート始まった当初とか、まあ、そういう時はやっぱりそういう立ち上げ方だったんですよね。でも皆さんのリポートが来れば来るほど忙しくなるんですけど、数が来れば来るほどやっぱ見えること全然違うんで、本当にこのなんかリポートが来るっていう、なんかこの凄さをこう伝えたいわけですよ、他の人たちにも。社員はもちろん分かってるんですけど、なかなか世の中に伝わらない世界とかもあって、まあ結構ですね、取材とかでですね、嘘の情報来るんじゃないですかみたいな毎回取材で聞かれるんですよ。いやリポーターさんっていうのは実はそういういたずらとかっていう話じゃなくて、皆さん思い持ってやってくださってるんで、意外とないんですよみたいな話をしたりしまして、で実は検証もしたことあって、10分天気の報告数の割合でどれぐらいの中に間違いリポートがあるかとかもですね、すごい割合低いんですね。はい、で10点の分析も今も続けてますけど、まあ、結構そういうのもあって、まあ、今リポートの話しましたけど、10分天気のデータも、まあ、今も解析し続けてて、まあ、今はもう私だけじゃなくていろんなスタッフがやってますけど、まあ、双方向でねやるからこそやっぱ新しいことが生まれたし、まあ、世の中の人にもウェザーリポートっていうものがすごいっていうのはやっぱり分かってもらえた一つだったなっていうふうに、まあ、やっぱり今でも思うので、まあ、今いろんなね動きが実際にありますけど、まあ、これからもリポートがなくなることは絶対ないですし、またさらにねちょっと違う進化を遂げるのかなって思ってます。なんで、まあ、私もやっぱりちょっと忙しくてなかなかリポートできなくなったり、なんか結構皆さんのリポート見て、なんか羨ましいなって思うこともたくさんありますし、なんでまあ私もウェザーリポーターの一員にまたなりますんで、まあ、皆さんのリポートで学ぶこともあると思いますし、多分、まあ、皆さんのリポートをまた見ることで、なんかちょっとまた新しいことができるような気はしています。もう結構ですね、私言いたい放題言ってやるタイプなんでまあもう今みんな笑ってますけど言いたい放題言って結構わーって何でもわーってやってるタイプなんで、今スタッフが家からこれやってってくるからって今言ってるんですけど、まあ、否定はしないんですけど否定はしないですけど、いやいやだって天気は止まれないんで、天気情報は止まれないしリポートも止まれないから、まあ、それは休みでも今が大事な時はスタッフに言ってやってもらうのが、まあ、うちのすごいとこでもあるですけどね。はい、なので、皆さんと一緒に、次何やります次何やります。もうちょっとね、最近ちょっと頭が回転しなくなってきて、昔と違ってなんかね、ちょっと皆さんと考えてていろいろ案はあるんですけど、なんかなかなかゲリラとかああいう十点とか結構突発的なすごいものってなかなかないんですよ。こんちゃんの無茶ぶり被害者の会報告
そうですよね。そうなんですよ。最近知ったんですけど、私結構無茶ぶり得意みたいですよね。スタッフがえって言ってるけど。そう、最近私も気づいたんですけど、結構無茶ぶり得意みたいです。あ、知ってますって。あ、得意っていうかデフォルトとか来てますけど、チャット出してください。そうなんですよ。チャットが出ない。あー、そっか、そっちが止まってるだけか。はい、なので、あ、すごいですね、今272人もチャットにいらっしゃいます。あ、なんで来週再来週とにかくいろいろやるんですよ。まあ、変な話、朝まで時間ありますんで。もう皆さんからのリクエストにお応えして、じゃあ300いかないとってなんで皆さんが煽ってるんですか。500に入るまで、ちょっと皆さんに完全に私煽られてるんですけど、私一言も言ってません。はい、延長ナイトとして、こんなオールナイト面白くなさそう、面白くなさそうだけど大丈夫ですか。ちょっと村田さんに確認してからにしましょう、皆さん。はい、今ここ若手しかいないんで。寝頃さんも書いちゃったし。なんで、あ、今実験っていうコメント出たんですけども、実験もね結構やったんですよ。ちょっと番組の編成が変わったりして、ここ最近ちょっとやってないんですけども、実験もやりたいですし、カレー客実験、いや、カレー客の実験をしてる方はもう結構少ないかもしれないんですけど、カレー客やったんですよ。あれも、あれはね、私がサンセットだった時代なんで4年前とかだと思います。いや、4年ぐらい前だと思います。はい、とかカレー客、すいません、カレー客です。とかもやりましたし、あ、そう、梅酒ね、なんていう話もありましたしね。そういうのも、作り方みたいなのをサポーターの皆さんが教えてくださってやったりもありましたし、あと何やりましたっけ。サンセットとモーニング、夕焼け実験とかやりましたね。夕焼けもやりましたね。目玉焼きの実験とかもやりました。これ夏じゃないとできない。車の中で本当に目玉焼きができるのかっていうのを実際にやった実験とかもありましたし、はい、サバ飯ね、サバ飯もやりました。いや、なんか皆さんの方が覚えてらっしゃいますね。やりました。木田さんとのモーニングの時代もそういえばありましたね。あれは週2回ぐらいしかモーニングやってなかった時代だと思いますけど、乾燥実験ありましたね。測る企画はもう総集編にしないといけないので、もちろん来週やりますけど、何にします？テーマ決めてやる？気温？宿題？まさか宿題が欲しい。チョココロネって木田さんが言ってるんですけど、それは柳くんとのコラボレーションで、柳くんがパンを作ってきた上でそれを私が雲として説明するっていう。そう、チョココロネはですね、積乱雲から微粒雲が落ちてくるっていう、まあ、全然意味わかんないですよね、今ここで言っても。はい、かなとこ雲をチョココロネに見立てまして、そこからチョコが落ちてくるっていう現象を、積乱雲から微粒雲が落ちてくるっていう、そういう話。
とかですね、あと雑巾、あ、キラさんとね、そういえばあの朝の朝じゃない、年始の空闇道場やってた時代とかもあったりしましたね。雑巾やったのは内藤さんと時だったかもしれません。あの水を含んでる方が雨が降るっていうのを、雑巾で水をたくさん含ませたものと含ませないものでこうやるってのをやったりとかですね、しましたね。はい、3セットの3点セット久しぶりに聞きました。何でしたっけ。忘れちゃいました。虹色3セット違う、虹、それはゲリラ雷雨か。そういうのもありましたね。ハロ現実とか虹色系ですよね。すいません、なんかちょっと私も忘れかけてるものが多くてですねソライブ5年、今5年目なんで少なくとも5年分はあるんですよ。でその前もう違う番組が実はあって、その前はなんかコーナーみたいなのでやってましたよね。そうそう、コーナーみたいなのでなんか説明するのとかやってました。夜もウェザーニュースとか、そうそうそう、夜もウェザーニュースは出役じゃなかったです。コーナーのなんか説明をしてました。あとウェザーニュースライブやってた時代もあるんですよ、土日。いや、なんかちょっと思い出話みたいになってきちゃったんでそろそろって思うんですけどそうです、やりました、はい、来週実験、うん、実験ね。ウェザカレね、一人でやるのはきついんでウェザカレ一人ではできないですし、さすがに、まあ、ちょっと天気に関係したネタで総集編やりましょうか。あ、誰呼びますか。おお、一人ゲスト確保してますってスタッフが言ってますけどいや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 、一人呼んだらもう ディレクターも一緒ですよディレクションするメンバーも出てもらいます。何度も話してますけど、このウェザーリポートナイトはあの報道気象の吉野さん、ご存知ですかね皆さん、報道気象のプロの吉野さんと、あともう一人酒井ちゃんっていうディレクションの3人で常にこの1週間決めてたんです、中身は。で、まあ、スタッフは毎回変わるんで、あの他のスタッフはこうたびたびジョインみたいな感じなんですけど、中身は結構そのメンバーで常に決めてたんで、まあ、ちょっとそのあたりもいいかな、その辺の振り返りというのもいいですかね、はい。あ、ウェザーリポートナイトがなくなるってことはないです、はい。ウェザーリポートナイトはなくせません皆さんのリポートが届く限りこのナイトはなくなることはないので、はい、それは皆さん安心していただきたいと思います、はい。まあ、ちょっと15日以降はまた追って皆さんにご連絡したいと思います。オールナイト日本オールナイトウェザーリポート日本になるのかな、来週再来週はい、なので、とにかく皆さんの凄さと、これまでの皆さんと一緒にやってきたものの総集編でお送りしたいなと思っておりますので、このあとソライブ 24.com までとにかくお寄せください。もうこの数によりますね、来週再来週何をするか、なんとなくスタッフでは決めてるんですけど、あのこの番組はこの番組というか私の時間は特にサポーターさんの意見でコロッと変わりますからもうこう言ってるから、サポーターさんこう言ってるからもうこうするっつっていつも変えてますから基本的にあのそういう感じなので、いつも
はい、オールするつもりで挑みます私がオールできないかもしれません、はい、そうですね、いつも通りリーダー確認は事後でいきますかそう、もうね、それやりすぎてるからね、ちょっと怒られるかもしれないんででもね、サポーターさんが言ってるからって言ったら大体大丈夫ですからでもサポーターさんがこれだけ来てますからって言っていつも言って大体確認してるんで、あのサポーターさんからの話さえあればあの基本大丈夫なはずです。はい、そう、あのサポーターさんの鶴の一声ってことになりますので、ぜひ、皆さん来週再来週楽しみにしておいていただきたいなと思います。とにかくコンアットソライブ 24.com まで皆さん来週再来週6時間ありますから、オールナイトしたら何時間になるのかちょっと怖いんですけど、オールナイトしたら6時え2桁になりますよ。はい、5時までいけちゃいますから、14時間いけますいや、皆さんと話してたら多分大丈夫だと思いますけど、一人喋りだとさすがに持たないと思います。 OK です。まあネタ次第です。とにかく深夜の企画会議とかね、企画会議もたくさん私の番組やってますよね、そういう意味では。なので、これからウェザーリポートがますますすごくなるために、ウェザーニューズのメンバーももちろんどんどん解析してますいきますので、まあ、そのあたりを皆さんと一緒にまた話せたらいいかなと思っております。とにかく寝てからでいいです皆さん、もう1時半なんで考えてこれを送るともう眠たくなっちゃうと思いますので、明日朝起きてからでも構いません。コンアットソライブ 24.com までお寄せいただきたいと思います。それでは皆さんおやすみなさい。また来週。こんばんは。さあ、そのあったくということで、今日3月1日いよいよ3月がスタートしました。いや、早いですね。なんかついこの間森田さんとか宇野沢さんたちとお正月のカルタ大会したかと思ったんですけれども、もう3月もう4月と、わー早いですね、時間の移り変わりは。3月もまだまだ春本番が来るまで寒暖差があると思いますので、体調管理気をつけて楽しく乗り越えていきましょう。今日は土曜日ということで、モーニングも平日のコーナーがなかったりで、まったり皆さんと過ごせましたね。空にスタンプも3のつくものということで、皆さんにいろいろサングラスとかサンダルとか、あとはヤクルトの乳酸菌とか三ツ矢サイダーとか、いろいろ送っていただきました。ありがとうございました。なので私もちょっと皆さんと一緒に外中継行った時にこっちですかねサングラスをかけて、宇宙人の我々はホリタン星人ですと外でやったんですけれども、まあそれができたのも土曜日ということで、人が本当に少なかったので、人がほとんどいないタイミングにやりました。ホリタン星人ポンパ星から外中継のためだけにやってきてくれたホリタン星人ということで、また来てくれるかなと言い方です。休日限定ですかね。でもつぼみ調査も始まりました ね。皆さんご参加いただけたでしょうか。つぼみから満開までということで、
お羽がポンパッパッまだポンパもつぼみなんですけれども、ちょっと一年中つぼみかもしれませんが、もしかしたら成長するかもしれません。花がいきなり出てくるかもしれません。桜の成長を終えるし、楽しい3月となりそうですね。この1ヶ月また楽しんでいきましょう。では今日は土曜日で、日曜日今日もモーニング担当します。皆さんとまた楽しい休日のモーニング過ごせるの楽しみにしています。ではおやすみなさい。皆さんこんばんは。今日のソライブサンシャインは河村彩香が担当いたしました。ありがとうございました。はい、今日は寒かったですね。昨日が暖かかった分さらに寒さを感じるっていう方も多かったですが、ただ朝起きた時はそんなに寒さ感じなかったんですね。で、出社する時もあれ今日暖かいな、寒くなるって言ってたのになって思いながら出社したら、サンシャインの外中継に出た時寒かったですね。でそのあたり草田さんに聞いていったら、やっぱり気温が朝から下がっていってったんですよ。なので朝の方が暖かくて、だんだん日中にかけてね気温が下がっていたということで、寒さを朝よりも感じたということが分かりました。また明日そして来週1週間も10度を下回る日が結構関東は多いみたいですので、体調管理しっかりと整えていただきたいなと思います。あとは今日献立空キャンバスを行っていったんですが、今日は玉ねぎを使った献立考えていただきました。今日はソラミドでも玉ねぎの絵が描いてあったのでついつい落書きしてしまったんですがはい、いろいろ描いてくださいましたね皆さん。ただ3月は玉ねぎの旬といっても新玉の季節になってきてますので、あの甘い柔らかいみずみずしい新玉の季節ですね。なのであの一番おすすめはやっぱり新玉なので、サラダがね一番おいしいかもしれないですね。ぜひ玉ねぎたくさん食べて元気になっていただきたいと思います。明日は久しぶりの食育クッキング久しぶりということで、ちょっとひな祭りにちなんだものを作っていきたいなと思ってますので、ぜひあのご家族揃ってご覧いただけたらなと思います。どうもありがとうございました。それではおやすみなさい。ソライブコーヒータイム、ほたなつみがお送りしました。今日から3月スタートです、はい、スタートです、はい。昨日2月の終わり28日は暖かかったですが、今日はまた寒くなりました。3月ですけどね、寒いですけどね。あ、木田さんはい、今日はあれです、あの卒業式行われていたとこ多かったみたいです。はい、青木さん卒業したいことありますか？急にした、この寒さから卒業、寒さから卒業まあ、今月中には寒さから卒業できるんじゃないかなと思います。もう暖かい春にね徐々に向かっていきますからね。はい、そんな今日はですね、そうだ今日、リポートでしりとり、私ねよくやっちゃうんですけど、まあ、ソラキャンバスを一段ぐらいガバッと飛ばすというすっ飛ばしました。よくやっちゃうんですよね私ね、気づいたらね違う段に行ってるんですよね。気づいたら、そうなんです。終わった後にチャットの方から飛ばしてるよって、あれ送ったのにって声が来てて、あれと思ったら飛ばしてました。インターバル中にご紹介しました。皆さん参加ありがとうございます。あと今日やっぱり土曜日ということで、まあ、天気も良くなかったからか家でのんびりされてた方多かったんですかね。空ボタンがすごく参加人数が多かったです。3000ぐらいありましたよね、多かったです。皆さん参加ありがとうございます。
3月もね、きっとあっという間に過ぎていくんじゃないかなと思います。3月3日からはオーディション一般投票がスタートします。ドキドキ、どんな方がいるのかとっても楽しみです。ではこの後ニコ生だ。何しますか？今日ネタ仕込んであるを楽しみにしたいと思います。では皆さん、また日曜日、今度は休みだ、私休みでした。3月3日お会いしましょう。おやすみなさい。こんばんは。3月1日土曜日のソライブサンセット、マイエイズミがお送りいたしました。ありがとうございました。もう3月に突入ということでしたが、皆さんどんな1日だったでしょうか。今日は初の参戦